おはようございます。めぐりかみたちです。今日は友達が家に来たので張り切って夕食を作っていきたいと思います。今回用意したワインはシャンパンとブルゴーニュのモレサンドニの赤ワインになります。それではまずアペリティフからです。アペリティフはチョリソーを普通に切っただけでこのままつまんでいきます。続いて旬のホワイトアスパラガスをきれいにエプルシュして塩茹でしたものです。そこにオランデズソースをたっぷりかけて、仕上げにアクセントとして黒胡椒とピマントエスプレッドをかけています。やはりアスペグジュとオランデーズ、最高のマリアージュです。この料理ですけども、以前にも紹介したことがあります。作り方は詳しくそちらの動画を見てもらったらわかりますので、そちらを参考にしてください。続いてルッコラをソテーしたところにコンカッセトマトを引きます。このコンカッセトマトの中には黒オリーブと生胡椒の塩漬けが入っています。そこにシンプルにソテーしたラングスチンを置いて2品目になります。このコンカッセトマトも動画がありますので、そちらを参考にしてください。最後メインはリードボーのソテーにモリーユのブレゼになります。ソースはソースマデラです。またこの動画も他にありますので、全て概要欄に貼っておきます。そちらを参考にしてください。こんだけ食べてお腹いっぱいで美味しくワインも飲めて非常に楽しい時間が過ごせました。それではお疲れ様でした。ボナペティー。